いよいよワイン検定、もうわけわかんないのよこれ、大丈夫かっていう。品種だね、やっぱね。じゃあどんどん始めてくださいます。3、1、2。不安になってきたな。川崎敏夫です。クイック。そわそわですね。不安でいっぱいですね、今。いよいよ、ワイン検定。ブロンズクラスですね。始まりましたか。はい。講習を受けてからテスト。そして、その日に合格発表が出ると。ドキドキっすね。おで、一応ね、こう問題集となるようなテキストをいただいて、ちょっとこう読んでくるわけじゃないですか。はい、でもなんか山田さん曰くね、はい、これまあほとんどの人受かりますよなんて言うわけですよ。ちょっと過去問見たのよ。はい、30点ぐらいなのよ。これ大丈夫かっていう。今日の検定は何点以上合格みたいなのあるんですかね。いや、どうだろうね、何点ぐらいなんだろう。ただ少なくとも80点とか90点ぐらい取んないとまずいでしょ。そうですよね、うん、これはまずいぞ。だってさ、聞いたことあるようなピノノワールとかそういうさ、なんかなんかどっかで聞いたことあるみたいなものはあるけど、もうちょっともうマニアックになってくると、なんかブジュブジュブジュッジュッみたいな、グルブシェッシュッシュッみたいなやつが出てくると、もう何何っていう、聞いたことない週が出てきたりとかするとさ、もうわけわかんないのよ。いやー、だからさ、これ川崎検定とはわけが違うぞっていう。川崎検定の時はなんやかんやさ、こう子供からのさ、こう馴染みのある言葉とか地域とかがあったけど、全く馴染みがないんだよね。しかもめちゃめちゃ言葉自体が難しい。シブシブションスルポンみたいな、なんか、ね、そうとはいえ、まあ、多少は勉強はしてきたから。そういうとこ真面目ですもん。そういうとこね、そういうとこ結構やってくんだよ。ちなみに聞くとこによると、あの今回のこの検定、合格率 99% だそうです。いややめてよ、やめてよ、そういうプレッシャー与えんの。どういうことなんだろう。落ちようもんならですよ。いや、だって過去問見ても、はい、いや、こんなの分からんでしょっていう問題ばっかだよ。不安になってきたな。まあでも、あとはもうやるしかないね。講習受けさせていただいて、ちょっとドキドキしますけど、ちょっとあのテキストとさ、筆記をね。そうですよ。いきますよ。一応こうね、開いた感じの、使った感じあるよね。ちょっとね、やってますね。他にも生徒さんいるらしいんだよね。そうですね、うん、はい、お願いいたします。お願いします。受験をということで、はい、よろしくお願いします。お願いします、ね、でまずこのブロンズクラスを ねクリアしないと。ブロンズクラスを、すいません、ちょっと違和感でしかないんですけど。違和感でしかないね。お邪魔にならない程度に、はい、すいませんね。すいません、はい、講習が90分ありまして、私の方でですね、こちらテキストを読ませていただいて、で、下さんに全部終わりましたら、もう試験をすぐ始める感じになります。なので寝ずに聞いていただければ、確実に合格は できますので。本当ですか。はい、ご安心いただけたらと思うんですけど、鑑定協会からですね、合格するとバッジとですね、はい、カードが届くんですね、はい、で、お名前とローマ字だけちょっと合ってるかどうかを確認をすいませんしていただいて。合ってます。はい、すいません、はい、ありがとうございます。結構皆さん来る方、検定っていうと意外になんか緊張されて、今日さらになんか緊張感が、さらなる緊張があると思うんで、多分それ僕自身の緊張ですね。プラスで緊張なんですね、なんかね。あのガラス瓶とコルクが発明されたことによって、ジョワインというのがですね、一気に拡大したというところ、ここを押さえておいてください。発酵する際にもう皮とかですね、種っていうのは取り除いて、果汁だけを発酵するっていう作業にすぐ入っていきます。なので圧縮した後に果汁だけ主発酵という、ここがね、ちょっと赤ワインと白ワインの違いではあります、うん、ブドウ作り8年ぐらい経ちますけど、だんだん早くなってきてる感
感じがしますね。あのよく育つと言われているんですけど、ワイン用の無駄に関してはですね、痩せた砂利ってどういう痩せた砂利っていうのは何とかなんですけども、やっぱり肥料とか栄養分が少ない砂利質 の土が良くてですね、で、まあ、砂利っていうのは水はけがいいっていうのがあるので、あの砂利なんですけど、幹と葉っぱの方にどんどん栄養がいってしまって、身の方にですねやっぱり栄養分がいかないっていうのがあって、今ちょっとだけ流行っているオレンジワインというのがあると思うんですけど、オレンジワインはですね、この赤ワインの作り方を白ぶどうで行うというやり方になってます。で、ちょっとここ試験が出ないんですけど、赤ワインに関しては圧搾して、その後にステンレスタンクもしくは樽で、ね、あの発酵させて熟成をしていくという、ぶどうの後、次から品種ということ で品種はですね、実は結構ね、ま、教科書を読んだ方は、あの思うかも、結構マニアックな品種がいろいろと実際で出ていて、こんなの飲んだことないよみたいなことが、ね、たくさんあると思うんですけど、実はワイン用のブドウっていうのはですね、ここに書いてある約5000品種すごい量が、ね、あるんです。実はこれ何かというと、グリ系と呼ばれておりまして、紫がかったピンク色をした白ワイン用のブドウ品種。すいません、グリ系って何ですか？あ、グリ系っていうのはね、グリっていうのがあの灰色っていう意味なんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ見た目灰色じゃないんですけど、一応グリ系灰色をした、まあ、ブドウですよっていう意味になりますね。いろいろなワインに使われる品種です。で、2両目の特にドイツのフランケン地方、これですね、ボックスボイテルっていう、これがそうなんですけど、ドイツフランケンでこういった瓶で作られていることが多いというところですね。なんでこれ日本で流行ったんですか？これ日本はですね、流行ったのはですね、バブルの時にワインブームがいろいろ重なって、でそれもあって、そのボジョレーのヌーボーがですね、たくさん日本がこう仕入れたんですよ。でそれで爆発的にこう一気になんかこうボジョレ・ヌーボーという名前が知れ渡って、これって日本だけなんですか？あ、まあ、実際日本だけなんですよね。日本だけ、あのほとんど実はボジョレ・ヌーボーをですね、こう仕入れてるのに、ね、ほとんど日本が大半。そうなんですね。他の国はですね、実はあんまり飲んでない。で実際このボジョレ地区でも飲んでないんですよね。日本がですねほとんどで、ね、何なんだろうって感じですけど、前世紀よりですね、今はですねもう半分以下になっちゃって、日本も、うんうんうん、ブルネント・ディ・モンタルチーノっていうね、これ結構高いワイン、ブルネント、ね、これね、ついてきてネピオロ、これもまたね、ちょっとね、どうでしょうか、聞いたことありますかね、ちょっと名前もね、ちょっと面白い名前なんですけど、で、マルベック、この下のマルベックもちょっと出まして、2行目の部分が、温度を上げるとという、この右側の方なんですけど、この星印の2番目に書いてある、冷やして飲んだ方が美味しいものもあるので、保存はセラーがあるならセラーが一番ベストですね。テストには出ないんですけど、甘さが際立つのって冷たい方か温かい方、どちらが際立つと思いますか？冷やす。これあんまりね、考えないと思うんですが、温かい方が際立つんですよ、甘さって。複雑な味わいを持つワインやワインの香りの広がりをすぐ楽しみたい場合は、口の広いグラスを選ぶ。高価なワインとか品質がいいワインに関してはちょっと口が広いものを選んでいただくといいかなというところです。やっぱりデイリーワインなんかは逆に、ね、小さいグラスの方が美味しく飲めたりもするので、使い分けていただくのがね、いいかなという。実際ワインの劣化というのはですね、空気の出入りで酸化しちゃうと、どんどん酸化して劣化してしまうので。それって開けて飲まないと分かんないんですか？劣化したものっていうのはやっぱり分かんないですね。分かるとしたらコルクがカビちゃってるぐらいしかないんですね。そうなんですよね。いかに空気に触れさせないかがポイントで、まあ、ちょっと面倒ですけど、残ってしまったらハーフボトルに入れ替えるとか、小瓶に入れるだけでもだいぶ違うんですよね。新鮮だけどとか、瓶とかあるじゃないですか。あれをなんかよく洗って、もうあれに全部移し替えて、もう空気が入らないようにまた入れちゃえば、
もうヘルシー本当にすごい持つんですよ。空気さえなければ、元の状態のまま。そうなんだ。もういかにもう満タンに入れるかっていうのがポイントですね。なるほど。以上で出る箇所は終わったんですが、意外にたくさんあるんですけど、実はこれもちろんの選択なので、三択でマークシートなので選ぶ感じになります。あまりないですもんね、スタッフで大人になるとなんかないとか、なんか変な変に緊張しますよ。そうなの。じゃあどうぞ始めてくださいきます。終わりました。お疲れ様です。採点をちょっともうその場で3、1、2、1、1、2、この点数のところにですね、自己採点をちょっとしていただけたらと思うんですけど。50問中44点です。おお、すごい。素晴らしい。私は45点。あ、皆さん合格。よかったです。合格だった。よかった。よかった。一安心ですね。一安心。やっぱここの中だよね。やっぱ品種だよね。あ、やっぱ品種ですか。品種がね、やっぱね、この短時間だと、しかも多少ちょっと勉強してきちゃってるからさ、ある程度の名前が入ってきちゃってるんだよ。で、いろんな情報がめちゃくちゃになっちゃってるんだよね。そう。だから逆にやってこない方が良かった。なるほど。うん。聞いたことないっていうので削除法できるから。ああ、なるほどなるほど。そう。終わりましたね。はい、終わったよ。まあ、ちょっと改めてじゃあ点数と合否の方教えてもらっていいですか。点数は、50点満点中44点。おお。合格ラインが35点以上。馴染みのないっていうのをこう覚えるのがこんなにやっぱ大変なんだなっていうのはなんかちょっと久々な感覚だよね。まあでも今回ね合格できたんでブロンズクラスはねクリアということで。おめでとうございます。続いてまだ行きますね。シルバーに行きます。行きますよ。まあ目指すはね、目指すはここのねエキスパートっていうさ一番上のね。まあここはまあほど遠いだろうね。まあ相当なワインをこう飲み続けて勉強し続けてっていかないといけないわけだから、まあでもシルバーは基本的にはこう引きってたから、うんうん、あれマジでワインセラーって持ってたんですか。ね持ってたんだけど一回なくしてワインセラーってなくなるんですか。いやいやなくしてっていうかね、あんま調子よくなかったのそのワインセラーが。ああなるほど。なんか安物だったからさ、はい、だからなんかちゃんとしたの買おうかなと思って。いや楽しみですね。ちょっとちょっと楽しみだよね。これマジで店に行った時にちょっとうんちく言いたいもんね。そうっすね、うん、でもちょっとかじった状態で喋ってるやつが一番ムカつくよね。今はそこです。あちょっとこうアタック的にはみたいなね。だから作らせてもらってるっていうのがこれ一番の勉強になってるから。本当ですね、実は、うん、触れてますか。そうだから白ワインの工程は入ってるからさ。そうですね。ハッサン、何やねん。この間、うん、ワイン検定受けたじゃないですか。うん、届きました。来ましたか。やった。ね、ま、開いてないもんね。開封してないですね。よいしょ。あれ。ソムリエ協会から来ましたね。ブロンズクラス合格。おめでとうございます。おめでとうございます。ここからですから。ここからですから。本当に片足突っ込んだぐらいだからまだ。そうですね。とはいえ嬉しいね、はい、JSA ワイン検定ブロンズクラス。まずもっと投資よ。おい、まずもっと投資よ。まずもっと投資よ。きさー。そして何これ。もう次からもうこのスタイルでジャケットを攻めようかな。
ブルーブン。あー、いいっすね。いいよね。あ、いい、ここにつけるやつでしょ。ね、うん、おしゃれですよね。おしゃれおしゃれ、かわいいっすよね。いいじゃない、いいじゃない。楽しみ、ね、これがシルバーになると何になるんですか。僕持ってないんですよ、これ取らないでソムリエ試験受けてしまったので。なるほど、そうなんです。飛び級で行ったんですね。はい、シルバークラスがあって、その次にソムリエっていう形のレベル差なんですけれども、私は一気に取ってしまったので、すごい、バッジの種類が全然違うんですよ。ソムリエになると、ブドウの柄のバッジになるので。なるほど、ちょっと見てみたいな。それを目指すでしょ。目指しましょう、うん、見るんじゃないんだよ、つけるんだよ。何言っとんねんお前って思ってしまう。何言ってんだこいつってね。よし、とりあえずはね、とりあえずクリアということで、次はシルバーめがけて頑張ります、はい、以上、小崎図書でした。合格、バイバイ。こんにちは。こんにちはって夜の松みたいなイメージ、はい、やめてくれよ。総額ゼックイ、まっちゃん見てみろ、いつまで経ってもモテたい感じで出るだろうって。ちょっとこれさ、褒めてねえでしょ。だって松本敏夫、改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。